今日は性格悪い人の魅力についてお話ししたいと思います。まあ人にもよりますけど、自分、あなた性格いいですかって聞かれた時に、いや僕は結構性格いいですって答える人はあんまいないと思うんですよ。でやっぱり性格が悪い人ってのは、まあ自分で認識してないっていう人もあるし、あるいは皆さんのね友達とか仲間とかでちょっと性格悪いとか嫌味なやつとかいたりすると結構避けがちなんですが、実はですね性格悪い人にもですねいいところがいっぱいあるよってことをですね今日お話ししたいと思います。だからまあ敵に回すややこしいんだけど、中身にすると結構心強いみたいな、ちょっと偏屈な人とかいるじゃないですか。ああいう感じですね。ああいう人たちっていうのは実はすごい魅力あるから、まあ使いどころですせっていう、そういう話ですね。まあだから経営をしたい人とか、まあ、将来自分でビジネスをねなんか起こしたいって人なんかは、こういうですねちょっと変わった人とか、ちょっとねひねくれてる人のですね使い道というか魅力っていうのを知っておくとですねよろしいんじゃないかなということで今日お話したいと思います。でもし皆さんが、自分は結構性格悪いな自分はっていう風にですね変なし自己卑下するようなですね人も結構いると思うんですけど、女性の方なんか、そういう方はですね、むしろですね今日の放送を聞くと、あもしかしたら自分って才能あるのかもということが分かるっていうですね、そういう今日はですね内容になっております。性格悪いですね、自分をどうやって生かしていくのかって話をですね、今日はしていこうかなというふうに思います。はい。でですね、まずじゃあ性格が悪い人、いろんな性格の悪さがあると思うんですけど、例えばすごい不誠実だと、まあズルをしたりとか、まあ嘘ついたりとかね、まあする人とか、あとはすごい疑り深い人ね、何でも疑っちゃう人とか結構いるじゃないですか。あとは割と横暴だったり、する人ね、なんかもうちょっとそんなこと言っちゃうのみたいな、ちょっとそれはやりすぎないのっていうぐらいのことをやる人とかっていますよね。でこういう人たち、つまり不誠実で嘘をつくことが多くて、でさらにですね他人をすぐ疑り深くて、でそしてですね横暴な態度を取ると、そういう人実はですね、でこれ全部ですねある能力を持ってる人の特徴なんですよ。これですねクリエイティブさの特徴です。はい。今お話ししたような4つの性格の悪さを持ってる人ってのはめっちゃクリエイティブな可能性があるって話ですね。全部持ってなくても OK です。1個だけあるだけでも全然いいですよってですね、そういうお話ですね。はい。じゃあ1個ずつご紹介していこうと思うんですけど、まずはですねクリエイティブな人ってのはですね結構不誠実なことが多いです。これどういうことかっていうと、まあ例えばですね、まあ前もお話したみたいな、あの経済学でですね有名ですね、あの予想通りに不合理とかに出てくるあのダン・アイエリーさんなんかもですね、そういう研究やってるんですけど、クリエイティブな人たちってですね基本的にですね不誠実です。不誠実ってどういうことかっていうと、まずですね事実を歪める能力が非常に高いです。まあ確かにね、あのスティーブ・ジョブズなんかもですね、あの言ったことを結構でよくコロコロ変えたりしてですね、で社員がですねびっくりしたみたいな話とかねよく出てきますよね、あのそういう社員とかが書いた本とかに。でね、スティーブ・ジョブズのですね周りにある空間のことをですね、そのアップルの社員の社長ですね事実歪曲空間と呼んでたらしいです。すごい話ですよね。まあそこまで言われても気にしないで経営できるんだから、なかなかねジョブズやっぱりすげえなというふうに思うんですけど、すごいですよ。事実歪曲空間ですよ。もうこんなにディスられることもなかなかないですよねっていうレベルのちょっとディスられ方をしてますね、ジョブズさん、かわいそうに。はい。でですね、これそういう事実をですね自分の都合のいいようにですねねじ曲げる、あるいはですねこう再解釈して、もうちょっとヘリクツっぽくですね、自分のを正当化してしまうとか、あとはですねあのズルをしたりする、そのみんながその例えば並んでる時に割り込むとかもそうですけど、ちょっとズルをしたりする、システム上のズルをしたりとか、法律の穴を見つけるとか、であるいはですねそういうのがバレた時にも言い訳も非常にクリエイティブなんですよね。言い訳も多いと、結構だからですね周りから見ると嫌なやつっぽく見えるっていうのがですね、あの出てくるんですけど、実はですねこのズルをしがちな、性格、法律の穴を見つけたりとか、事実をねじ曲げてですね伝えたりとかするですね、こういう性格って実はですね柔軟性と関わってくるんですよ。そうで、これがですね実はですねクリエイティビティに結びついちゃうんですよ。だからみんながこのルールってこういうことでしょって言われた時に、いやでもちょっと待ってよと、これこうやったらみんなを出し抜いてちょっと得できるんじゃないのとか、こういう風にしたらもっと利益が得られるんじゃないのみたいな風に考えるのが上手いんですよ、クリエイティブな人たちって。で要するに穴を見つけるのがすごく上手いんですよね。だからそういう意味で言うと、ズルをしがちな性格っていうのは柔軟性と結びついてるから、意外とですね不誠実な人ってのはやっぱりクリエイティブな人なんですね、不誠実になりがちってことですね。で法律の穴とかですね、言ったりするとですね結構ねずるい感じがしますけど、でもね法律って分かりづらく書いてるのって穴をあの上手に使えるようにするためですからね、解釈の余地を残してヘリクツをこねやすくするために分かりづらくするんですよ。分かりやすくするんだったらね解釈のしようがないようにしちゃえばいいんですけどね。で二つ目ですね、あのねクリエイティブな人ってのはめちゃくちゃ疑り深いです、基本的には。はい。これですね2011年の研究なんですけど、クリエイティブな人ほどですね物事を疑うと、なかなかね他人を信用しないし、その物事を信用しないってことがですね分かってるんですよね。これなかなか面白いですよね。でこれなんでかっていうと、クリエイティブな人って物事を深く考える癖があります。何か言われてもそれって本当なのかなとか、それ他になんかやり方あるんじゃないのかなって、これもう完全に僕の癖ですね。例えばまあ変な話、パスポートってあるじゃないですか、あれいるみたいな、あんなにもう今更のペラ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 いっぱいスタンプ押す必要あるあれみたいな、だってどうせ顔認証で入れるしそれでよくねみたいなね話とかですね、市役所とか区役所とかね、ああいうところに行った時も、この建物いるっていうか、この人たちいるっていうか、書類をその出してもらうだけなのに、あの何印紙って、印紙なんか裁き書みたいなところがあって、印紙買うじゃないですか。で買って端末で申し込んで、登記書とかああいうのを申し込んで窓口で受け取るってわけわかんない、これもう全部さ、てかネットでええやんって話じゃないですか、クレジットカード P でネットでいいじゃないですかって話でしょ、みたいな風に、それ意味あるみたいな風なのですね考えちゃうんですよ。で要するに疑り深い人ってのはなぜクリエイティブになるかっていうと、物事をですね表面的に判断しないで深く考えちゃうんですよ。でそして常に別の可能性を考える
んです。だからさっきのズルをするのと同じですよね。みんながやってることと違うことをして、よりですね、早くこなしてしまおうとか、とっとと終わらせちゃおうみたいなことを考えるのと、全く同じで、深く考えて別な可能性をにですね、思いを巡らすってことをやるから、クリエイティブな人ってのは基本的にはですね、疑り深いんですよ。で、さらにですね、このまあ疑り深さってのは他のところにもですね、結構役に立ってきて、疑り深いってことはですね、いろんな方向から考えるんですよ。一個のものを鵜呑みにしないで、それってこうなのかな、でもこうじゃない、でもこうじゃない、でもこういう利害関係あるんじゃないみたいな風にですね、いろんな方向から物事を見るので、まあ、だからですね、新しい可能性に気づくんですよね。で、三つ目ですね、クリエイティブな人は嘘が上手いです。はい。嘘がですね、上手い人ほどクリエイティビティが高いってことをですね、示した研究っていうのは結構いろいろあってですね、クリエイティビティリサーチジャーナルってのが出てたやつですね。はい。これですね、結局嘘をつくのが上手い人ってどういう人かっていうとですね、頭いいんですよ。そう、頭いい人って嘘をつくの上手いんですよ。つくかどうかは別にしてもね、嘘をつくのは上手いんですよ。そう、だから嘘をつく場合にはですね、相手にこう言われた場合はどうしようとか、こういう風なことを言われたらどうしよう、こういう状況になったらどうしようってことをですね、考えて嘘をつくんです。上手い人はね、しょうもないバレる嘘ばっかりつく人ってのはダメですけど、つまりですね、嘘をつくに頭を使うと、でさらにいろんな可能性とか、いろんなですね、側面を考えたり利害関係を考えたりとかしなくちゃいけないから、もう要するにですね、頭を使わないと嘘をつけないから、クリエイティブな人の方がやっぱり嘘を、ね、よくつくし上手くなるよねって、そういう話なんですよね。はい。でさらにですね、最後ですね、最後のね研究はですね、これなかなか面白いんですけど、クリエイティブな人ってですね、横暴です。どういうことって話なんですけど、これなんでかっていうとですね、横暴っていうとちょっと意味がね、ちょっとねなんかこう態度がでかいとかそういう感じになっちゃうんですけど、結局ですね、クリエイティブな人ってですね、いわゆるこう謙遜しないんですよ。つまり自分が思い描いたアイデアとか、自分がこうなったらいいだと思うことをちゃんと発言するし、それを発言することによって価値が生まれるってことをよく知ってるんですよ。だからクリエイティブな人ほど結構こうなんか歯に衣着せぬ態度を取りやすくなるんですね。で、これが社会的な規範から見るとちょっと横暴に見えるって、そういうことです。だから例えば目上の人とか年上の人が、いやこれはこうでこうでこうだからって言った時に、いやそれ間違ってますよっていう風にですね、言えるかどうかって話ですよね。で、これ言っちゃうと横暴って言われるんですけど、まあ実際はどうなのっていう、つまり自分の思いついたことを重くいつくだけだったら意味がなくて、それをちゃんと発言したりとか実行に移すっていうのがすごく大事で、で、これが人から見るとやっぱり横暴に見える可能性があるよねっていうですね、そういうお話、なんですよね。で、ちなみにこれ先に言いますけど、当てはまったらやばいかってわけじゃないですからね。そう。で、逆に言うと、クリエイティビティが発揮できなかったりとか、新しいことを考えるのが苦手って人は、どういうことかっていうと、裏を返せばいい人ってことです。だからね、まあ、どっちがいいのって話なんですけど、そう、だからですね、まあ、で、ただしこれ、一応ですね、間違えないでほしいのは、クリエイティブな人が性格悪いことが多いよって話で、性格悪くなったからって言ってクリエイティブになるわけじゃないですからね。クリエイティブな人とはどういうことかって、さっき言ったみたいに、物事をいろんな面から考えるから、例えば疑り深くなっちゃったりとか、頭の回転が早いから嘘をついたりとかしやすくなったりとか、自分がですね、思いついたアイディアをちゃんと発言することが得だって分かってるから、横暴に見えたりとか、様々な可能性を見出すことができるから、不誠実に見えたりとか、ズルをしたりとかっていうですね、ことなんですよ。だから別に嫌なやつになったからクリエイティブになるわけじゃなくて、嫌なやつだったらもしかしたらクリエイティビティあるかもねって、そういうお話ですね。だから、まあ、皆さんがもし他の人にですね、水を差し意見を言ってしまったりとか、今日ね言ったですね、このね4つのポイントに当てはまるようであれば、その能力をですね、クリエイティビティだというふうに解釈して、自分のですね仕事とか、これからやることに活かしてあげればいいんじゃないかなと思います。ですね、性格がちょっと歪んでる人がですね、世の中に認めてもらうには成果を出すしかないんですよ。で、こういう人たちが成果を出すためには、今言った通りクリエイティビティで勝負した方がいいよねって話です。会社を作ろうとか、誠実性をね、ね、振りまこうとか、みんなに親切にしようとかってことも大事ですけど、それよりかは性格悪いとしか持ってない、能力がこのクリエイティビティですね。ぜひクリエイティビティを伸ばすことをやってみるとよろしいんじゃないかなと思います。